かまわり中丸のおすすめ。今日は雨横魚草に行ってきました。こちらはねスタンディングで30分2杯までいただくことができる美味しいお店なんですけど、早速恵比寿ビールをいただきます。もうビールはねボトルのまま渡されますから。そして、こちら本日の魚刺し盛り御膳を注文しました。今日はインドマグロ、金目鯛、イサキ、マダイ、メダイの5種でしたね。いただきます。まず塩でいただきたいと思います。うん、美味しい。こちらの魚草では本当にねふらっと行って一人で立ち飲みしてパッてなんか喉を潤してね、そんな感じで使える飲み屋さんです。本当に人気があるので少し列にはなってるんですけど、もう2杯以上は飲めないようになってるし、時間も制限限られてるのである程度ね回転もよく、あるの回転よく回すのであんまり並ばなかったかな。このね本当にたくさんの人が、ショッピングを楽しんでるアメ横で、このストリート沿いでね本当にオープンエアというか、はい、オープンな立ち飲み屋なんですけど、気軽に本当に入れるし、結構皆さん相席というか向かい合ってね立ち飲みしてもねみんながそういう感じなんで全然ね入りやすいかなと思います。こうやって昼から買い物しながらね美味しいお刺身いただきながら、ビールをいただくってもう最高の時間ですよ。本当にビールの次はなんかね日本酒飲もうかなと思うんですけど、食べ物は牡蠣とか、あとはなめろうとかいろんな種類の食べ物があって、そうだな刺身以外だと本当に牡蠣とか頼んでる方が多かったかしら。あとは肝、あん肝とか、うん、はい、ガッサ日本酒もねたくさん揃ってるんですけど、ガッサをいただきたいと思います。うん、最高。もう完全にお刺身との相性最高ですよ。日本酒はね500円で用意してみて、どのね日本酒もね美味しくいただけることができます。電酒もあるんですけど、電酒は600円だったかな。で今日の牛はね黒蜜炙り、あとはタラバガニ、その日によって使っておすすめがあるそうです。いやぜひおすすめです。そして移ってきました、こちらもつ焼き大統領本店の方です。1950年創業の大衆酒屋大統領、もうもつ煮とか美味しそう。昔ながらではのね大衆酒場、もうねコッピーからスタートしたいと思います。ビールはねさっきのところでいただいたのでコッピーにしようね。じゃあいただきます。うん、美味しい。はい、名物メニュー大統領特製煮込み、創業当時から変わらない味のこの煮込みでね、こうもつとそれからこんにゃく、焼き豆腐、薬味のネギが乗っかって出てきます。馬のね煮込みって珍しいですけどね、どんな感じなんだろう。いただきます。うん、全然臭みない、美味しい。本当味が染みてて美味しいですわ。ここもねいろんなメニューあるんでね、なんかいろいろ本当につまみたくなるんですけど、
いやなんか賑やかな感じでね、ディープな時間というか、大統領自体支店はあるらしいね。支店は比較的に入りやすい普通の居酒屋なんですけど、こっちの本店に関しては本当にディープな感じなんですよ。はい、らっきょうもいただきました。こちらは塩らっきょう、甘み少なくて酸が強めの塩らっきょうでした。そして串焼きはね、ししとうをいただきます。これも美味しそう。他にもね、焼き鳥自体もね、串焼きも有名というか人気みたいなんですけど、どんな感じだろう。いただきます。うん、美味しい。味ね、しっかりちゃんとついてるわ。本当にシトで美味しいんだから、お肉なんかもっと美味しいんじゃないかしら。今日はアメ横で端っこ酒2軒をね行ってきました。皆さんもよかったら行ってみてください。